があります。皆さんまだチケットがありますので一応申し上げます。横浜 FC 戦のチケットが3セット、そして応援グッズのセットが2セット、そしてジェンガが4つ、くまモンの乾電池が2つという形で、まだ景品数、あとゴリラのトートバッグですねもございますので、それでは、ここはですね今信じる流れができております。山木さんどうしましょう、あえてここはもう何も言わずに行きますか、それとも行っていきましょうか。いやパー出します。先ほど山木さんは言った通りのものを出してくれました。さあここがどうなるかということで、皆様自己準備をよろしくお願いします。では3回戦参りたいと思います。今ちょっと後ろ見ましたけど大丈夫ですか。ここ好感度大事です。よろしくお願いします。はい、最初はグーじゃんけんぽい。ここはですねしっかりやっぱり掴みに行ってますね、掴みに行ってらっしゃいます。やはりいやでも山井さんこれで減ったのもちょっとショックですね、逆に言うと信じてくれてなかったと。さあ来ましたよ、ここが皆さん運命の分かれ道です。ここは運命の分かれ道です。皆さんやっぱターニングポイント、今日のじゃんけん大会の石川選手です。この石川選手のワンプレーが皆さんの行く道を左右します。さあ石川選手いかがいたしましょうか。絶対にグーを出します。絶対にという言葉が今回はつきました。絶対にという言葉、ただサッカーにも絶対ってないんですよね。やっぱりロスタイム入ってもう大丈夫だと思ってたらゴール、これがいい時も悪い時もあるということで、では皆様石川選手とのラストバトル、おそらくラストバトルになると思いますので、じゃんけんのご用意をお願いいたします。参ります、最初はグーじゃんけんぽい。ここはやっぱりさすがでございます。絶対ってやっぱりサッカー選手が絶対という時は絶対なんですよね。もう今日は私も勉強させてもらいましたということで、まだかなり、多くの方が残ってらっしゃいますので、川島さんもう一回登場いただいて、はい、では川島選手とのじゃんけんという形になります。まだ数多くの方残っていただいてますが、ここはどうしましょうね。川島さんもう言わないでいきますかね。そろそろじゃあガチでいきましょう。何も出すというのはあえて言いませんので、皆さんの今日の運試しという形でやってまいりたいと思います。よろしいでしょうか。それではまいります、最初はグーじゃんけんぽい。初期の方だけ残ってください。初期の方だけ、あ、まだいらっしゃいますね。6人ぐらいということは景品は足りますので、じゃあ6人の方前に、はい、出てきていただけますでしょうか。はいはい、皆様さあ何が欲しいかを伺ってまいりましょう。何が欲しいですか。ジェンガ、ジェンガにする、うん、はい、何が欲しいですか。チケット、チケットね、はい、ジェンガ、はい、ジェンガ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 4つ、はい、ジェンガ4つ、はい、ジェンガが5つということは1人、じゃあジェンガ以外の方にはまずお渡しをしましょうか。はい、じゃあチケットの方ですね、お渡しを先に、はい、あ、何にします、何にします、チケット、あ、チケットはちょうどまだ3つあったんで大丈夫です、すいません、ありがとうございます。じゃあチケットの方お渡しをまずさすきにさせていただければと思いますので、川島選手よろしくお願いをいたします。あ、じゃあチケットの方先にお渡しをさせていただいて、うん、はい、どうぞどうぞ、はい、ありがとう、ぜひ見に行ってください、5月15日横浜 FC 戦です。はい、ありがとうございます。はい、ではジェンガですね、じゃあジェンガ争奪戦は皆さんだけでちょっとやっていただいてよろしいでしょうか。全員ジェンガですよね。はい、じゃあじゃんけんやりましょう。はい、参ります、最初はグーじゃんけんぽい、はい、5でしょ、
はい、じゃあパーの2人、はい、じゃあ持って帰ってください。じゃあすいません、石川さん、お礼します。はい、どうぞ、ありがとうございました。はい、どうぞ持って帰ってください。全然、あ、大丈夫です。ということは、じゃあ違うのがいい、何がいい、うん、あとあるのは応援グッズ、ザスパの、あ、応援グッズにする。じゃあ応援、うん、じゃあチケットあります。はいはいはい、あとジェンガですね。はいはい、という形でジェンガ、はい、ジェンガですね。はい、お二つ、一つずつですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では最終バトルになるかと思いますので、